Hello, 大家好，这里是 Holiki Inc. です。今日はナイトコア EA21 を皆さんに紹介したいと思います。EA21 は CREEXP2 LED が搭載しています。電池は単三電池と LQ1 電池が使えます。ボタンが2つついています。上の切り替えボタンと下の点灯ボタンです。まず、点灯ボタンを押すと点灯です。切り替えボタンを押すと切り替えができます。エコ、ロー、ミッド、ハイ、ターボです。消灯の状態で点灯ボタンを長押すとエコーになります。切り替えボタンを長押すとターボになります。消灯の状態で切り替えボタンを1回押すとリッドライトになります。また、切り替えボタンを長押すと、リッドライトのシングルライトモードになります。点灯しているとき、切り替えボタンを長押すと、ストロブモードになります。また押すと、前のモードに戻ります。点灯してないうちに、切り替えボタンをダブルクリックすると、またストロボモードになります。ライトをロックしたい場合、まずライトを点灯させて、そして点灯ボタンと切り替えボタンを一緒に押して、リッドライトがフラッシュしてからロックできました。と押しても点灯できません。同じ方法でアンロックができます。はい。このライトはたくさんのモードがありますので、いろいろな場合でも使えます。とても便利だと思います。お客様いかがでしょうか？では、またね。再见。